今回は文字の向きはそのままで、図形だけを180度回転させる方法をご紹介します。後半では自由な角度で図形を回転させてみます。前回作成した星型の図形を使います。こちらが見本になります。図形の真ん中に文字を最大限に表示する方法は前回の動画をご覧ください。念のため下の説明欄にリンクを貼っておきます。わかりやすく比較するために元の図形をコピーします。図形を選択しましょう。ホームタブ、コピー、貼り付け、移動します。図形の書式設定を選択してレイアウトのダイアログボックスを表示しましょう。回転角度のボックスに180と入力しましょう。 OK をクリックしましょう。図形が180度回転しました。次に文字の向きを戻します。図形の枠線を右クリックしましょう。図形の書式設定をクリックしましょう。文字のオプションを選択して文字の効果、こちらをクリックしましょう。 3D 回転を展開しましょう。 Z 方向に回転、こちらのボックスに180度と入力しましょう。文字の向きがそのままで図形だけが180度回転しました。続いて弦で作成した図形を90度回転させます。図形を選択してホーム、コピー、貼り付けをクリックしましょう。移動します。図形の書式タブを選択してレイアウトのダイアログボックスを表示しましょう。回転角度に90と入力しましょう。 OK をクリックしましょう。図形が90度回転しました。次に文字の向きを戻します。文字の効果が選択されていることを確認して Z 方向に回転、こちら90と入力しましょう。文字の向きがそのままで図形だけが90度回転しました。文字を変えて自由に編集しましょう。最後に台形で作成した図形を10度回転させます。コピーしましょう。図形を選択してホームタブ、コピー、貼り付けをクリックしましょう。ドラッグしましょう。図形の書式タブを選択してレイアウトのダイアログボックスを表示しましょう。回転角度10度です。 OK をクリックしましょう。次に文字の向きを戻します。文字の効果が選択されていることを確認して Z 方向に回転、こちらに10度と入力しましょう。文字の向きがそのままで図形だけが10度回転しました。文字を変えて自由に編集しましょう。今回は文字の向きはそのままで図形だけを自由な角度に回転させる方法をご紹介しました。